よし。取ってもいいですよ、全然。いや、僕はそうしたいですよ。一方的にしてくるんですよ。一方的に僕の周りにかかってくるんですよ。まあでも、YouTube とかやってないから、そこで見られることはないかもしれない。唯一登録してるのは、姉の娘。あ、いや、襟足いってますよ。ってそうなんて見えないからわかんない。すげえ、これ笑っても手ぶれしないです。本当に、はい、笑っていい、いっぱい笑います。うちの新人可愛くないですか。可愛いですね。ありがとうございます。相手です。いや、違う、あ、そっか、あれチューブの編集とか行ってくるんですよ。面白い、今の若者は何でもできるんだみたいな。でもやっぱりカニさんの教え方がやっぱり上手いからです。じゃあった。ここ宗教的なお店になってるかもしれない。いいよお姉ちゃん。柔らかくていい色じゃないけど、そうですね、ちょっと春っぽい感じでした。でも、うん、会話成立してる。してないね。勉強になります。そうそう、勉強になるでしょ。はい。これぐらい行ってんじゃないですか。これぐらい。うん、前は。あ、そうね。根底は。根底はね。確かに。だから言えと。そうそう。確かに。最近は韓国焼酎飲んでます。あ、出た、スミチェル。違う、チャミスル。スミチェルじゃないですか。いや、もうリュウチェルみたいな。何つったんですか、今。チャミスル。チャミスル。あれ、うまいですか。マスカットとかありますよね。あんなもジュースで飲んで。嘘。わ、こんな感じ。え、次、はいはい、なるほど。カニさんは飲まない。俺飲まないんですよ。あ、素晴らしい。そうそうそう。なんかそのそういう柄悪いところ座ってないんで僕ら。はい。もうなんか匂いからして違いますもんね。何の？なんかもう生まれ育った匂いからしてなんか。いや、だって地元どこでしたっけ？東京のど真ん中王子です。どこが？東京のど真ん中王子です。クソ柄悪いね。応じてから悪いんですよ。悪くないよ、東京のど真ん中だっつってね。だって、北区でしたっけ。北区。あ、もうクソですよ。クソ言うな。いつもこんな感じです。いやいや、いつももっと仲いい。でちょっとね、堀くんがいるからちょっと恥ずかしかったよね。そういうシャイな女の子なのよ。そうそう、あの言ってることは美容師とやっぱこういう女の子もちゃんと相手にしてあげる。はい、ね、こういうことです。ここ来ると一番疲れるんです。やばい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 。扱いづらいでしょ。これぐらい。でももっと削りました。え、いいですか。え、でも可愛いと思います、マジで。やっぱりこれはあの成人抜きで髪違うんですか。なんか俺とつかれんかな。そう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 。
食券もいつも缶も同じなんですよ。同じラーメン。難しいよね。いやー結構すっきりしましたね。そうでもない、もうちょっと言っていい？いや、わかんない、まだ見えてない。それ結構答えできてないっす。本当？だからちょっとテンション上げてあげようかなと思って。テンション上がんないんでしょ？上がんないですよね。そうそうそう、まあ、別に上げる場所でもない。そう美容室って知ってます？リラックスする場所。疲れに来る場所。カニさんのお客さんよく言ってます。平日疲れる。待って。ルイトモって思われていいんですか？いや、ルイトモ。いやルイトモ。最近ちょっと考えようか。危ねえ。洗脳されんな、こんな。こんな。ちょっと待って。てめえ今こんなんって言ったから違うな、どこにこれ投資したらいいの？言いましたよね、最初にこれ音声入らないっていうね。なんかカスタマーセンター的なとこないんですか？ない、全くです。あの僕やっぱね、お客さんとの会話をね、流したらダメね、やっぱあんまりよろしいイメージにならない。バカが露呈されちゃう。違う結構お客様の質が悪いことがバレてしまうから。よし、じゃあありがとうございます。参考お願いします。ありがとう。全部言ってみてください。とりあえず言ってみろと、言い切ってみろと。だからなんかそういう暗いのとか、なんかすごい出そうでいいなと思って。品が、品が、ゴールデンウィーク、やっぱね、ないから、自由です。本当接客向いてないです。資格の問題で、週に長期なんて、週に何かな。はい。普通は難しいね、やっぱりね。難しいですね。一緒に勉強しましょう。大丈夫、俺の背中を見るから大丈夫かな。ついていきます。大失敗した。これあなたの頭、人の頭みたいな感じでしたよ。この人丁寧に切ってるんだなっていうのはね、分かるようなところしかあの載せないんですね。今までの動画に合わせたじゃん。丁寧じゃなかったって言いたいんです。違う、丁寧よ、丁寧。あと少し。めっちゃちっちゃ。あれ今俺ここにいるの俺だけ？あれ？俺しかいない今。もしかして反応してもらえなくなっちゃった。ね。返事してほしいやつ一人ごとだった。一人ごとになっちゃった今。しかも聞いた？今今日一の笑い声だって。ね。そんな笑い方します？あ、してないです。ごめんなさい、誇張しました。ちょっとゴジラ入れました。あ